財務省近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん、森友学園をめぐる公文書の改ざんに関与させられ、自殺しました。事件のきっかけは5年前、森友学園への国有地売却をめぐり、およそ8億円の値引きがあったことが発覚します。国会では連日激しい追及が行われました。 私や妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう、私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたい。財務省の当時の理財局長、佐川信久氏は。近畿財務局とと森友のの交渉記録いいうはござませんで国会で事実と異なる答弁を繰り返しました。 その後敏夫さんは公文書の改ざんを指示されたのです敏、ね、夫さんの妻雅子さんは真実が知りたいと佐川氏に対し損害賠償を求める裁判を起こしました裁判で雅子さん側が佐川氏本人への尋問を求めたのに対し裁判所は必要性がないとして認めませんでしたそして今日裁判所は 必要性があるとして、雅子さん本人への尋問を行いました。代理人の弁護士から、改ざんの前と後で俊夫さんの様子がどう変わったのか問われると、明るくて活発だったのに、改ざん後は笑顔がなくなった。死にたいと口にするようになった。さらに、安倍氏や妻の昭恵氏、佐川氏に対する思いを語りました。 安倍ささんんも黒いいい疑惑のまま国葬されることは望んでいない私は真実が知りたい、今からでも佐川さんへの尋問をしてほしいあの私は真実が知りたくて、あの裁判を起こしました、でも結局、誰からも佐川さんからも国からも、夫が亡くなった改ざんの戦いきさつについて、一言も知ることができなかった、それがもう残念でたまらないです。 改ざんは安倍元首相の国会での発言がきっかけだと私は思ってます、そのきっかけを作ったのは昭恵さんなので、絶対に知っていることを私に伝えるべきだと思います。